緒に乗ってたら死ぬやつでしょ。死にやしない。後部エアコンって出る。あ、後部はあの後ろ側から押さないと。どこに置くのそれ。助手席の足元、うんうん、じゃあ開けてみよう。ピュッとですね。あ、押して。いや、まだ早い。あ、そうなの。5分間アイドリングして。え、それを置いて5分でしょ。ちょいちょいちょい。え、5分間回すって書いてあるでしょ。あ、その後にこう押して、うん、ここに置いて。で、それ何分回すの。あ、ここに置いて、うん、まずボタンピョンと押すとモクモク出てくると思うので、うん、それからさらに10分だ。あ、随分かかるね。うん、その後3分間以上。そのまま窓やドアを開け、うん、3分以上換気するだって。この色が黒になってれば、うん、終わったよって、あのちゃんと噴射したよってことね。なかなか時間かかるな。あんまり煙っていうよりは、そんなに見えないみたいね。うん、じゃあ嘘なんじゃない？大丈夫？ないよ。疑うよ。カー用品疑っていくよ。あと何分？あと1分ぐらい。うん。キンキンになってる。冷蔵庫みたいになってる多分。18度っていう数字があって、その下にさらにローがあるってことは 17.5 度とかでしょ。18より下ってことでしょ。18がマックスじゃないのかな。いや、18の下にローがあるから16度ぐらいなのかな。キンキンだよ。うん、これで臭いの取れたらいいけど。どういうか、いい？やってみる？やめて。お。見えない。反射しちゃうか？すごい煙出てる。あ、本当だ。うん。出てる出てる。うん、白も黒も、うん、になったで。うん。あ、本当だ。シールも黒くなったね。うんうん、嘘じゃなかった。うん。うん、これで臭いの消えるかな。逆に薬品臭くなったり。ああ、私そういえば自分の吹き出し口閉じてた気がするような、しないような。自分の吹き出し口、運転手側の吹き出し口どうしたっけな。
まあいいか。東口は入ったっけ？わかんない。だってこっから風出てるわけでしょ？それを循環させてるんじゃないの？この吸って吐いてみたいな。内気循環ってことだから、うん。吹き出し口止めてたら意味ないよね。こっちの運転席も。多分、私止めた気がするんだよな、今日。そっちじゃない、そっちじゃない、そっち。そっちじゃない。運転席、そっち。端っこの。開いてた、出てた。よかった、よかった。ありがとう。少し暖かい。あ、本当だ。暖かい。え、これエアコンは止めちゃっていいの？そのまま、そのまま。エアコンもつけとくの？エアコンもつけとくの？ちょっと塩素っぽくない匂い。めちゃくちゃ寒い。オフ、寒い。あ、これで終わり？終了？あ、これもつけたままやっちゃった。大丈夫だったのかな？駅が減ってるとかはどこで見るの？この線、線の間に入ってる。入ってるかどうかどうやって見んの？見えなくない？見える？見える。ねえ。不良品じゃない？これ。不良品買わされたんじゃない？まだ、え、どん、買って1年経ったっけ？経ってないけど、1万キロはもう超えてる。よ？6月20日にバッテリー変えてる。多分。これは見れないのか。1万キロで1年経って。でもアイドリングめちゃくちゃ多い、私。大丈夫？はい、大丈夫。なんだその多分って。大丈夫だな、本当に。ラジエーターはどこにあるんだろう。2年前に爆発したんだけどさ。なんかどれがラジエーター？なんかバッテリーみたいなさ、こういうのをイメージしてたんだけど、ラジエーターって別にそういうもんじゃないの？から空気入ってるから、うん、ピンクの液が吹き出してきたんだよ。このここら辺とかにピンクの液ついてた。ラジエーターってどこにあった？的にここら辺じゃない？その辺から爆発してピンクの液出てきた？ほらやっぱちょっとピンクになってるもん、ここ。ラジエーター爆発してピンクの液出てきたから、やっぱそれが飛び散ったんだな、ここにも。そんな、じゃあこう上からパッて見て見えるもんじゃないんだ、ラジエーターって。もうこれがそうや。あ、うん、この網目状になってるところが全部そう。
通はジータキャップってある。ジータ部分の側面のエア抜きなんちゃらって書いてあるね。そう、このピンクの。これがあれだよ。開けると、暑い時はシューって。ああ、はいはいはい。暑い時は開けないこと。今開けたら死ぬってやつね。はい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 。それが自衛隊機の補充は、うん、これを開けて、うん、自衛隊機をチューって出てくる。その駅が少ないとかどこで分かんの？これがリザーバータンクだから、うん、汚いしピンクなんですけど汚いピンクなんですけど爆発したから分かんない、ね、大丈夫なのこれフーラントって書いてあるうん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 こんな感じだったんだなんかバッテリーみたいなこういう形してんのかと思ってたけどこの中、うん、ラインみたいなのがあるからあ見えるでもそれここまで入ってるかどうかなんて汚くて見えなくないちょっと綺麗にしてくれよラジエタのあれ交換した時に綺麗にしてくれよこれは交換しないんじゃない？7万取られたのは何だったの？爆発して7万と。自体がさ、損害するんじゃない？だったらこれもちょっと綺麗にしてくれよ。ピンクの液飛んでるぞ。これあれだね。これもそうだね。中身が確認できる。わかんないよね。入ってるかどうか。本当に車検の時ちゃんとチェックしてんの？これなんだ。これブレーキオイルかパワーステアリングフィーパワーステアオイルか、うん、なんか汚そうだね大丈夫なのこれこれのせいでなんか燃費伸びてないとかそういうこと今度の車検で全てが分かる、うん、いくらかかんだよいくらかかんだよ恐ろしいよこれが多分、うん、エアクリーナーが入ってると思うあーそこなのか、うん、あーそうだね場所的にそうだよね助手席の方だもんねエアクリーナーが交換となればちょっと使ってもしちょっとじゃ済まないでしょちょっとじゃちょっとじゃないよ車好きの人言うちょっとはね世間一般で言うちょっとじゃないからね感覚違うからね8万円のドラレコどうしようかなって思わないからねドラレコなんかいらんっつっていや元気に走ってくれるといいんだけどこういうのは意外にね、うん、素人が下手に触んない方がいいんだ、まあ、そうだよね結構あの DIY してさあのねダメにしちゃう人もいるからね前回いくらぐらいちょっと覚えてる、うん、いやいくらだったんだろう覚えてないな10万円か10万円出たんじゃないかなで今年が16年目か多分、うん、で17万キロやっぱここ1年でだいぶ走行距離が伸びてるのかなアイドリングの時間が、ね、うんアイドリングがとんでもないね痛めつけてるよ世の中にはアイドリングストップ車があるっつうのにさ冷却水とかさ、うん、これがた少ないよって言ったら多分ああさすがにつくかうん未だにあのガソリンの給油のランプは見たことないけど今日もつくかなと思ったんだけどさだから満タンにして私多分500キロまで走ったことがない、うん、多分一番走った時でも480ぐらいしか走ったことないかな怖いから先に入れちゃうからさスカスカにしたことはない